州で行こうぜ。どうも武田でございます。ではまさにその大です。いや、やってまいりました。吉木さん、はい、どうなってんのこれは。タイトルコールいきます。催眠術師 VS 陸上短距離選手。走らせる。あ、大さん走ります。あの催眠術があれば短距離選手でも全然勝てると。まあそうですね、僕久々に走るんでちょっとまあハンデとして催眠術かけて勝負しましょう。複数見ると逆にハンデもらってるんじゃないかみたいな。大さん僕 100m こっち10秒7だったんですよ。そうなるよね。やべえやつ。なので多分普通に負けないはずなんですよね。まあそうですね、はい、50m なんですよね次走るの、はい、50がだって多分久々に走るから10秒ぐらい。まあ催眠術かけさせてもらうなら、はいはいって感じ。ちなみに今日何パターンか持ってきてるんですか、その催眠術という、まあ、どういう感じで状況を見ながらその都度かけていくみたいな感じ。まあだからやっぱ催眠術やらせがあったら一番面白くないので本気出してください。僕も本気でかけるんで。おお。前回の動画見ていただければ、はい、催眠術が本当にやらせじゃないということを証明しておりますので、ぜひねそちらも概要欄の方から見てもらってと。俺の方がかかると思ってたら TKD ががっつりかかったね。泣いてたからね。いやちょっとやめてみたいな。やっていきましょうか、はい、よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。催眠術師勘弁してくれ。俺が催眠術師だ。アクセス。かっこいい。取るな。じゃあ目つぶって大きく2回深呼吸しましょう。どうぞ。目つぶって目を覚ますと、そうあなたはもう一度深い催眠状態です。なんだかどんな催眠術にもかかってしまう、そんな不思議な状態で目を覚ます。1つ2つ3つ。スタート姿勢になってもらいましょうか。立ちながら催眠術かけます。外にいるように見つかどいて目を覚ますと、そうあなたはまるで亀のように甲羅を背負っている。とっても重く感じて動きが遅くなってしまう。見つかどいて目を覚ますと、そうあなたはとっても動きの鈍い亀。とっても重い甲羅を背負っている。めっちゃ遅い亀。2つ3つ。ではやっていきましょう。はい。マジ？じゃあ行きまーす。位置について、よーい、ドン。蹴れ。マジ？やった。どこゴール？どこここ？やったー。これはなんか。俺がやらせじゃないで信じろ、信じてくださいって言ってもこれは無理かもしんないな、見てる人は。いやでもこれやらせじゃないんだよ。ダッシュで行こうぜ。大さんお疲れ様です。ふわってなってるんで大さん解いてください。俺の一番嫌いな足だったね。完全におじいちゃんだって。解いてほしいです。ふわっとしないと。あ、甲羅のイメージをしたのでスッと取ります。で、足のふわっとしたのでスッと取ったらもうこれマジか。いやなんか余裕すぎましたね。逆にこれなんかクラウチングスタートから動けないみたいなこともできるんですか。まあできますね。こっから動けなくなるのかっていうのみたいです。まあじゃあ普通に固めても面白くないんで一個ずつ固めていきましょう。押した箇所がどんどん地面と吸い付く感覚あるんですよ。こうやって押すとくっついていくんですよ。押す全部押したらもう外すことできないよ。もう取れないよ。シュエ、いいよ、取っていいよ。シュエ、シュエ、やらせだと思われるから、シュエ、取って。これマジで。よっしゃ、帰るか。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。飲み行こうぜ。大さん、ありがとうございました。いつまでやってんのマジで。シートもあるんじゃないかって心配はしてるよ。手の色とか見てもらえると真っ白になってる。そうですよね。ちょっとそろそろ解きましょう。ちょっと待って、もう手の色が触れた瞬間に催眠解ける。1つ2つ。ほらちょっと重いけどね。かからないパターンもなんか絵的になんか取っていいですか、もしかからなかったとしても。じゃあ勝負します。せっかくな、俺がひどすぎたから。そう、あ、そう、くそ、リベンジ。くそ。大さん、僕ってそのかかるレベル10あったとしたら僕何レベルいくつぐらいですか。10です。ダッシュで行こうぜ。プ
ラシーボ好きだったら割とプラシーボ好きプラシーボに対する期待値が高いんですよね。うんうんうん。催眠術師的にも気使われるのはあれなんで、全部ガチンコでやってもらっていいですか。はい、じゃあクラウチングスタートからも行きましょうか。はい、もうあなたはこの状態から動くことはできない。1つ2つ3つアップです。よーいドン。よし、来た来た来た。あ、最初最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ。OK。 なんか一瞬分かんなくなったっていうか、あれどうやってスタートするんだっけってなったあの時間だったんですよ。それでもなんか前に行かなきゃってなって、ちょっとこう体が前に出たら思い出していけたみたいな。これでもかかった人のコメントなんで、多分そうだったんだ。なるほど。スタートの仕方を一瞬忘れた感じ。これはずっとずれてる。そうだね。でも検証結果としてはがっつり TKD がかかると。いや、感情性が豊かなんですよ。うん、ですよね。カットで。カット。これってリアルにカットしたもん。あ、全然全然。かかっちゃってる、かかっちゃってる。使って使って。